真ん中の黄色が5点です。赤が4点で、青が3点、黒が2点、白が1点ですね。外側に出たら0点です。コマが乗った後に3秒ぐらいは回ってるようにしましょう。乗っかってすぐに転がっちゃったら0点ということで、ここの真ん中と外側の黄色のこれ違いなんですけど、全くの同点だった場合、このど真ん中に入っていた回数の多い方が勝ちっていう、そんな感じのルールでいきたいと思います。 OK、 じゃあ1投目で、よし、はい、行きます。おお、よし、いきます。なんかですけど、ちょっと情けない子でした。勢いのある子と情けない子と。そうですね。なんかでも、回り方に随分違いがあったなっていうふうに思って。 OK、 お願いします。見てもなんか勢いがあると見てて気分いいですね。これ途中の方がいいかもしれない。そうですね。おお、情けなくないけど4ですね。情けなくない4とか、なんか情けない5とかよくわかんない。どっちが上なんですか。はい、いいですね。頼もしい子にしましょう。なんか迷いのない4でしょ。そうです。あ、でもいいんじゃないですか、なんか。うん。いいじゃないですか、いいじゃないですか。おー、斉藤さんの真ん中なんか裏かっこいいっすよね。なんか回り方が私と違うんですけど。いや全然。おー強い。なんかあれ、あー、やめて、やめ。おー、でも4-4投げた後にやめてって。マジで。やべえ。やめてとか言ってる。昨日4よりかマシな4です、ね。なんか自分で作っていたあれですけど、もうなんか4の幅、あの広いっすよね。お、いいんじゃないですか。来た。マジで。マジか。今日からまとめる得意と豪語してください。あー、手前だった。ちょっと手前だったな。次でラストですよ、本当に。おー、いや今のは真ん中でしたよね。あー、おー、悪くない感触だったんですけど、うん、と右でした。目標点数聞いてもいいですか。35以上。あ、いい線いきますね。OK です。じゃあ行きましょう。ああ、あれ、でも真ん中行ってましたよね、一回。そうですね、行きます。はい、おお、かかった。いいんじゃないですか、これ。やめて、やめなかった、よかった。邪念があったよ。やめてって言ってよ。やめなくてよかったですか。
な情けないこの子でしょ。おお、かっけえ。はい、分かってきたかも。分かってきましたよ。待って、ちょっと待って。情けない5でもいいんで、5に入れますね。やっぱね、数字で5はね、そうですね、5を取りに。数字としての5が欲しいですね。そうなんですけど、なんで毎回私なんか情けない感じに。なんだ、なんか良くないなこれ。いやマジで、すげえな。いや、なんかなんでこんなに私の5とタイプさんの 5違うんですか。雰囲気が全然違う。ちゃんとコマ回してるんですよね。いいな、私の場合あのなんかそっと置いて逃げてるようなコマなんですよね。ちゃんと投げたいっすね。まあ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 まいいじゃないですか、いいじゃないですか。4って40点ペースですからね。おお、不思議な声が。ダメだな、なんか。うわー、決まった。あの、コマから紐が離れる瞬間が迷いがないんですよ。投げ終わった後に、うわーとか、あーとか言う癖やめなきゃいけないんだ、私は。あ、なんかハンマー投げ見たくていいよ。あーみたいな。投げた後の、うわーもう36g のスーツバメで、うわーって言う。観客が引いてくるやつですよ。なんかちょっとなんかコマが手から離れるその刹那、なんかお猿さんが さっきの4点と今の4点なんかお猿さんに持っていかれてますね。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。いいペースっすよ、斉藤さん。これですか。はい。あれ、おー、今 5じゃなかったっすか。なんか5に5でしたよね。そうな、まあ、いや5よりの4ってことで、でもでも4なんですよね。そうなんですよ。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。いいっすよ、いいっすよ。よしよしよし。おお、なんか久しぶりの5っすね。いいっすよ、いいっすよ。おお、最後決めてきましたね。よかったー。